ブライダルエステオープンします、はい、コロナで延期中止した方が、方が多く、来年挙式フォト、フォトコンされる方の急増。あ、なるほど、挙式フォトコン、で実際エステを受けたら私でもできちゃうかもと思った。以前ガラガラだったブライダルサロンが、来年予約埋まっている、インスタで来年オープン、来年の予約を今年中に予約すれば半額など投稿を始めました。まだオープンもしていませんが、反応あれば物件すぐ決めて開店します。質問ですが、オープン前にインスタ以外でできる有効な集客方法はありますか？ TikTok がいいんじゃないでしょうか。インスタもいい、もちろんいいと思います。で、 TikTok のユーザーが今実は結構高年齢化してきてまして、今昔はですね、 TikTok って本当に中学生ぐらいの子がなんか踊って楽しいみたいな内容だったんですけど、今はですね、企業が求人とか本当にそういうのでも使ってて、最近ね、よく僕 YouTube で TikTok の動画、あ、 TikTok のね、こうフォロワーの増やし方とか、中野さんとこう対談させてもらってやったりとか、他にもいろんなね、タツミンさんであったりとか、いろんな方と僕対談してるじゃないですか。で、まあ、皆さんのね、少しでもマーケティングのためになればなと思ってるんですけども、まあ一つ TikTok も手だと思うんですよね。なんでやらない方が損じゃないですか。 TikTok とかって無料なので、インスタラとかでももちろんいいと思うんですけども、例えばインスタだと、まあ、動画ってあまり出せなくて、どっちかって言ったらフィードとかもしくはストーリーズに流すぐらいだと思うんですけども、 TikTok は動画じゃないですか。その中で例えばブライダルエステで気をつけた方がいいこととかですね、その3つ厳選した3つとかですね、で結構意外とバズったりするんですよ。 YouTube で普通に動画出してて、一般の人が例えば何十万回って再生することないんですけども、TikTok って何十万回って一気にバズったりします。なんでそれをね、こう見てる人がここのブライダルするんだと、なんか面白そうだなっていうチェックをしてくれると思うんで、つまりツイッターとか、どっちかというと TikTok っていうのはチラシ配りなんですよね。チラシをビラを配って集客すると。でそこから例えば YouTube に飛ばしたりインスタに飛ばして、インスタとか YouTube っていうのが実はホームページみたいな役割をするん でそこにお客さんが来て中身の詳細を知って、そこから買い物をするっていうのが一応一連の流れですね。はい、そういうのがいいかなと思います。いってらっしゃい。